ジョジョリオン。お前誰だ、名前を言え。お前自身の名前だ。いいや、お前だけが言うんだ、名前を言え。やわら戻ってこい。やわら倒せるのか。そこだね。倒せる。やわら倒せるのか。戻れ。そこから何かをいただくっちゃな。よし、そこから何か。シャボン玉だ。視力を奪える。マジ舐めるなよ。倒すけ。ツルツルだ。だから俺も無理ん。ツルツルだ。シャボン玉だ。視力を奪える。ツルツルだ。だから俺もそこから何かを奪う。さあ話せ。俺は誰なんだ。ツルツルだ。だから俺もツルツルだ。だから俺も倒せるのか。倒せるのか。そこから行かなくて。マジ舐めるなよ。行かなくて。マジ舐めるなよ。よし、倒すぞ。そこからマジ舐めるなよ。そこから何か。よし、ツルツルだ。だから俺もマジ舐めるなよ。さあ、シャボン玉だ。押せるのか。マジ舐めるなよ。嫌だ、しゃがむとめまいがする。なめるな。いかなくちゃ。戻れ。そこから何かを奪う。なんだと。ソフト&ウェット。ソフト&ウェット。助けろ。今お前の体から摩擦を奪った。おら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 。滑っていきな。おら。結局何もわからないままだ。この場所で見つかった時と同じ。ジョウスケは謎の8人との激闘を終えた。だが、ジョウスケの知りたいことは何一つ判明しないままだ。結局何もわからないままだ。この場所で見つかった時と同じ。ふと彼は自分を発見した少女のことを思い出す。広瀬やすほ。彼女に会えば何かわかるかもしれない。ジョウスケはヤスホに会おうと心に決めるのだった。
案内した。ここに来てくれて心から感謝するわ。どのモードで遊びたいんだ？俺に教えてくれよ。